今回はこちらの日産リーフ E プラス 62kWh モデルのオーテックで峠越えをします。走行距離 13.8km、 そして、バッテリーの残量が 93%、 平均電費が 1kWh あたり 4.0km で走行してきております。今走っているコース、このチャンネルの試乗動画の中でも結構おなじみのコースになっているんですけれど、この中でリーフを走らせてみて改めて思うのが、やっぱりリーフ走行性能、安定性もそうですし、ハンドリングもそうですし、加速もだし、あとは静粛性、こういったトータルのところが本当によくできてるいい車だなっていうのを思いますね。このリーフ安定性に関して言うと、この車の中でバッテリーがすごく重いものになっているんですけれど、そのバッテリーを車の下部に並べておくということで、全体的な車の重心がすごく下に下がっているという車になります。それによってこういったコーナーで入っていっても車がこう振られることがなく安定した走りを見せてくれる。よくこのリーフを運転する、この運転フィーリングについて新幹線のようだという言葉があるんですけれど、これ新幹線のようだっていうのは電気自動車だからということを指して、無段階にシームレスにどんどん加速していく、そういう感覚を指して新幹線に乗ってるみたいだって言うんですけれど、ただこれそうでなくてもこうレールに乗って走ってるような、このカーブに沿ってハンドルをスッと曲げるだけで、あとは車が不安なくこのレールに沿って車線に沿ってスーッと曲がってってくれるような、そういう気持ちいい感覚がありますよ。こういったところはやっぱり久々にリーフ乗りましたけどいいですね。ロードノイズも少ないし、まあエンジン音ももちろんないということで、そういったところもこう運転のストレスになりませんので、例えば今回みたいに天気のいい日、そして周りの景色が紅葉が楽しめるような、そんな時なんかはもちろん運転に集中して走っていただきたいんですが、運転しててのストレス、外的要因がないので、よりこう景色を楽しめる、ゆとりのある気持ちで走ることができる、そんな車なのかなと思います。ここで私の今隣の助手席に乗ってる方紹介しましょう。普段このチャンネルの動画に出演することないものなんですけれども、こちら福島日産の EV 関連を統括している EV 部署長ということで、普段からもちろんリーフに乗っています。そんな中でこうリーフに乗っている感想、こんなところがリーフいいんだよっていうのをちょっとぜひ聞きたいなと思うんですけど、いかがですか？はい、そうですね、本当に今話していただいた内容と一緒なんですけど、非常に加速が良くてですね、静か。もう当たり前のことなんですけど、この当たり前のことを毎日経験というか体感していると、まあそれが当たり前になって、たまにガソリン車に乗るとですね、非常にギャップを感じるので、もうやっぱりこの EV に一回乗ってしまうと、もう離れられないなという感覚です。ああ、そうなんですね。特に動画をご覧の皆様の中で気になるのは充電の部分かなと思うんですけど、普段の充電はどうでしょうか？そうですね、私も結構仕事からいろんなところ県内に回ったりしますけど、いわきによく行くんですけど、行って帰ってきて家で充電を、夜間充電ですね、すると、それでもほぼ満充電になるので、その繰り返しですかね。福島市内にお住まいですかね？そうです。福島市からいわき市って、こう福島県の地理あまりお詳しくない方も多いかと思うんですけれど、距離的には120、30キロぐらいですかね？そうです、片道120、30キロです。これを往復繰り返してても、まあ普段の生活の中でこのいわきとの往復が全く問題なくできている。そして充電を家ですれば翌日には 100% 充電の状態でまた走り出せるということですね。そうです。ありがとうございます。まあ、毎日乗ってる方の意見こそこのリーフっていうのは参考になる車なのかなと思いますので、私も毎日リーフ乗ってますって言えればよかったんですけど、残念ながらそういうわけではございませんので、ちょうど今日は生の声を聞けるということでご紹介させていただきました。ありがとうございます。
はい、トンネルの中なんですけれど、今だいたいまず最初の前半区間の最高標高地点あたりに来てます。このあたりが標高1100メートルぐらいなので、スタートの福島市街地からは1000メーター以上登ってきました。ここまでの走行距離が 30.2 キロ、平均燃費が今1キロワットアワーあたり 3.1 キロまで落ちました。そしてバッテリーの残りの残量が今 82% です。スタートが 98% だったので、そこから 16% 使ってきたという計算ですかね。ただこの間の区間ずっと私ノーマルモードで、そしてひたすらに上りの区間を走行してきました。でここからはしばらくの間長い下りの区間に入ります。だいたい標高500メーターあたりのところまで一旦降りますので、その間でまず平均燃費はかなり上がると思うんですが、あとは今の 82% というバッテリーの残量が果たして上がるのか、それとも減るのか、変わらないのか、そこも見ていきたいと思います。それでは引き続き走っていきます。はい、峠下ってきました。ここからしばらくは平坦な道になるんですけれど、ここまでの間でですね、今バッテリーの残量 84% です。先ほど最高標高地点のところで 82% あったので、走ってきたのにバッテリー 2% 増えました。さすがですね。ここが電気自動車の面白いところといいますか、下り道ではその下ってる中で惰性で走りつつ、少し減速をしつつ、そういったところで走っていくので、この減速の力、速度を維持するためにこう減速をするんですけど、その力を使って発電をして、そしてバッテリーの容量が目で見て分かる数字のところまでバッテリーの容量も増える、充電を行ってくれるということで、ここまで走行距離が 43.7 キロ、平均電費は1キロワットアワーあたり 4.9 キロという数字になっております。ではまたここからしばらく行って再び上りの区間、同じく標高1000メーター以上ぐらいのところまで上りますので、引き続き走行を続けていきます。はい、では平坦路終わってまた上り坂をずっと行きます。今またバッテリー容量減りました。 82% で走行距離は 48.4 キロ、平均電費が1キロワットアワーあたり 5.1 キロで行きます。まあ、バッテリーの容量だけを気にして走ってしまうと運転楽しめないかなと思いますので、ここは私あまり気にせず行こうと思うんですけれど、この辺りなんかは結構曲がりくねったカーブの多い山道という感じで、運転していては結構楽しい区間かなと思いますね。特に前半でも申し上げました、このリーフ走行安定性がすごく高い、こういったコーナーなどでも安定した不安感のない、それでいてこう鋭いカーブを曲がることができる、そういった車ですので、この運転はワインディング楽しめます。リーフどういう方が購入されるのかなっていうの、いろんなパターンあると思うんです。コスト面、こう燃費性能がいいものがいい、もしくは環境を考えて電気自動車に乗りたいという方もいらっしゃると思うんですが、私としましては走りを楽しみたい、純粋な電気自動車のこの走りを楽しみたいんだっていう方にも強くおすすめできると思います。走行フィーリングとしても e パワーの車もモーターだけで走りますが、それと比べてもリーフの走りっていうのはやっぱりスムーズだし、本当にストレスがないし、これ慣れてしまうと、隣の EV 担当部署長も言ってました、一度この電気自動車、このリーフに乗り慣れてしまうと、やっぱりガソリンを使う車には戻れないんじゃないかなと、私もそう思います。そしてこれからもう一つ日産自動車から電気自動車、ピュアな電気自動車が発売します。そうです、日産アリア、
新しいクロスオーバー EV の日産アリア、特に先日の生配信、ライブ配信でもご紹介しました。ご視聴いただけたでしょうか。今度の10月10日福島日産郡山川向店でアリアの内覧会を開催いたします。まだ実際に走りを体感していただくことはできないんですが、最先端の日産の EV、 これを実際に触れて座って確かめていただくことできるようになっております。またこの内覧会の場では、私案内人エブもチャンネル登録者数7000人記念としてライブ配信を行いますので、現地から皆様に内覧会の様子をお届けします。まだチャンネル登録者数7000人に届いておりませんので、皆様応援とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは引き続き走行をしていきたいと思います。はい、では間もなく目的地に到着します。ここまで結構また登ってきましたけど、思ったよりもバッテリー減らなかったなという感じがしますね。グランデコ、浦磐梯のグランデコという、普段は冬場はスキー場などをしているところなんですが、ここロープウェイだったりとか、あとはこの先にあるグランデコ東急ホテル、ここで温泉に入れたりとか、そういったいろいろアクティビティを楽しめる場所になります。ちょっと私も今日乗れそうだったらゴンドラに乗って上の方まで行ってみたいですね。ちょっと紅葉なんかを楽しめるといいなと思いつつ、目的地に到着します。はい、目的地に到着しました。では早速ここまでの電費情報とかを見てみましょう。はい、ここまでの走行距離が 63.0 キロ、平均電費が1キロワットアワーあたり 4.6 キロで、バッテリーの残量が今 75% ですね。スタート時点で 98% でしたので、そこから 23% 使って63キロを走ってきました。ここまでの区間結構長い距離を上り坂、そして一部下りの中でバッテリーの残量が上がって、また上りの区間で減って今 75% ということです。ここまで正直あんまり消費電力を気にせずに走ってきましたが、このぐらい残ってるので十分走ってますね。こちら今回試乗しているリーフは 62kWh モデルのリーフ E プラスオーテックです。では帰りの区間も同じようにこの続きで電費のチェックをして、最終的に何キロ走って、そしてバッテリー容量何パーセント使ったのかをチェックしたいと思います。日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。